本日お話を伺うのは精神科医で筑波大学医学医療系社会精神保健学教授の斎藤さんです斉藤さんは2021年3月15日に漫画家の水谷みどりさんと「漫画やってみたくなるオープンダイアローグ」というご本を発表されました。ご著書についいてお話を伺います は精神科における新しい画期的な治療方法のことでしょうかオープンダイアログが何なのか教えてくださいえとまずこれは治療ではなくてあのケアなんですねケアの手法であり同時にサービス供給システムでもあり同時にケアの思想でもあるという点はぜひ申し上げておきたいと思いますで、どんなものかと言いますと要は対話によるケアで 統合症症をはじめとするさまざまな精神疾患を回復に導くことに事実上成功しているそういうまあ手法でありシステムでもあるということになろうかと思います治療とケアは違うのでしょうかえあの違います治療というのはいわゆる病院でやっているように診断を下します<は>診断を下すことでその人の異常な部分に 注目すすするる異常性を発見するわけで,すでもし異常な部分ががんだったらそれを手術で除去する、えー、感染症だったら細菌を殺す、えー、あるいは、まあ、あの栄養障害であれば必要な栄養を補う要するに余分なものか欠けているものを見つけ出してそれを除去するか補うかいずれかの方法で回復を促すのが治療です。<laughs> ケアというのは診断はあまりしないですね、えーしな。全然しないじゃないですか、診断は重視しない。なぜかというと、ケアの主点は病の問題ではなくて、その人が持っている健康のリソース、えー、抵抗力であるとか、体力であるとか、人間関係であるとか、そういうリソースを活用して、えー、それを増強して、エンパワーして、えー、回復に導くというのはケアです。はい、この違いが非常に大きい。異常に注目するか 健康に注目するというのは非常に大きいと思います。オープンダイアローグはケアサイドが複数名、相談者サイドも相談者のほかにその方の親族の方や非常に親しい友人など数名が一緒になって行うグループトーク、グループカウンセリングのようなものですよね。見かけ上はそう見えると思います。治療チーム、チームの中にはまあ医師もいれば看護師もいれば心理士もいる。で、クライアントチームの方には今おっしゃったように クライアント本人に加え家族友人親戚、えー、そ向こうの主治医そういった人々が参加できるとでチーム対チームで N 対 N で対応するというのがこのオープンダイヤルの形式ですチームで行うということは珍しいのでしょうかえっとそうですね、まあ、グループセラピーっていうのは昔からあるんですけれどもあの治療者が常にチームを組んでで クライアントの方も必ずチームを組ませてそれでチームというチームでやるっていうのは家族療法では昔からあるんですけれども一般的治療では珍しいと言っていいと思いますオープンダイアローグではリフレクティングという特殊な時間がありケアサイドが患者の目の前で患者の言葉や主張の意味をどう解釈するかどのように言葉を返していくか議論すると書かれています。 患者の目の前で患者本人抜きでその人についてディスカッションするという行為にはどのような意味効果あるいは期待があるのでしょうかえっ一番ですねあの重要なことはその患者に対するですねまあできればポジポジケアですからポジティブな評価をするわけですこの人にはまだこういう健康なところがあるという評価をするんですけどこれは1対1でやりますと何と言いますかねあまり信じてもらえないことがあるんですよ あの治療者のあのパーソナリティによりますけれども、えー、ストレートに受け取ってもらえないことがあるなぜかというとまあ医者は褒めるのが仕事だからああそのぐらい言いますよねみたいな感じになってしまうところがあって、えー、素直に聞いてもらえないところがあるんですが興味深いのは目の前でまるで噂話のように評価をされますと割と多くの人がそれを素直に受け取ってしまうということが起こるんですね、えー、リフレクティングの効果として一つはそれが一番 一番でもないけど、まあ、大きいいいかなととうことを思っていますそれからもう一個ですね、外在化というんですけど、自分の問題を自分の外側で複数のメンバーが話し合っている、つまり自分であれこれくよくよ悩むよりも、自分の問題を外に出してですね、それに対してみんながこう、ああだこうで話し合っているのを見るとですね、まるでこういうひみたいに自分の問題をか、えー、見れるんですよね。で、自分の問題を一旦棚上げにっていうか、人事みたいな場所に置くことで、 冷静に反なのでその外在化ということを促すって意味でもリフレクティングがプラスになるということ。えー、それからあの自分の目の前で、まあ、比喩ですけど自分の噂をされるってことはですねそれを聞きながら自分も考えるわけですいろいろそこは違うんじゃないかとかあそこはその通りかもしれないとかいろいろ自分内面での自己対話ですね、えー、これはあの垂直方向の対話といったりしますけれどもそれが非常にこう刺激されると。 いうことがありますリフレクティングというのはだいたいどれくらいの時間をかけるものなのでしょうか決まった長さがあるわけではないのでしょうか決まりはないです一つのセッションの中でリフレクティングは思いついたら何回やってもいいとよいくなっていてあのルールもないんですただ一般的にはですねどうしてもそうなんですけど最初に、えー、患者さんの話をあるいは家族の話をあ,のある程度聞いた上でその後ですね 1>, えと1時間なら1時間の中で最後の45分目ぐらいから始めて5分か10分リフレクティングをしてからそれについて患者さんの感想とかですねえ家族の感想を聞いて終わりというとそうそ流れになることが一般的には多いです本書の前半でご紹介されている夫が浮気しているという妄想に取り憑かれた女性は暴力を交え夫を毎晩のようになじる日々が数年間も続き 常に極端な言いがかりを持ち出して自分を否定する人からの言葉をはねつけて寄せつけませんがオープンダイアログを続けるうちに突然正常のスイッチが入ったようにまともなことを口にし始め過去の自分の異常さを冷静に分析して語り始めますこの変化には先生も驚かれたようですがなぜ長期間異常な言動を続けてきた人があれほどドラスティックに変わるのでしょうか 精神科の現場ではしばしばあのように極端な変化が見られるものなのでしょうか私、まで30年以上ですね、あの精神医療やってますし、20年ぐらい入院病棟にかかってますけれども、入院治療をするときにあれだけ劇的にわった人は見たことがないです、えー。つまり薬物と保護室ではああいう変化を起こさないとこいとです、えー対話に。対話によってて私は初めて 新人のように驚いたんですけれどもあの、こういうことがあるんだということを初めて知ったということがあって、自分でも驚きましたし、えー、漫画の方にも書いてありますけれども、まあ、き,きつねに積まれたような感じですかね、なんでこんな変化が起こったのか、わずか10回に満たない対話で、どうしてこんな変化が起こったのかは非常に不可解であるという感想を我々は持っている。で、我々は持ってますけれども、当事者である飼い主さん自身はですね、不可解者はないんですね。 えー、自分が乗り越えてきたルートをちゃんと自覚できてますので、えー、そういうこうなんかよくわからないから急に治っちゃったみたいな感じではないんですよ。<う>普通はですね逆なんです。電気ショックとか薬もそうですけどあの医者の側は治るメカニズムを熟知してるつもりですから治って当然と思ってますけど患者さんからするとですね電気ショックの場合は腱膀が残りますしあの薬の場合でもんだか冒頭としてし治っちゃったみたいな感じでよくわからないんですよね。この非対 はどううしても残っちゃうんですつまりあの治療者側がメカニズムを理解しているか、えー、患者側がそのルートを理解しているかという非対称性は残っちゃうんですけど、まあ、どうせ残るんだったらこれはもう患者さんの方が理解しているっていう状況の方がまあ私はいいと思っていて、まあ、治療者がきょとんとしている方がまだマシな感じかなと思ってます。で激変変変化が起こるメカニズムは一番謎の部分で これはもういろんな説明があってですねあの簡単には一言では言えませんけれども一番やっぱり大きいのは安心安全な、えー、対話空間この力がすごく大きいと思っています。治療場面ってですね患者さんに脅かされてるわけですよ自分があの変なこと言ったら薬増やされちゃうんじゃないかとかですねそういうあの入院を。 えーされてしまうんじゃないかとかとですね話をちゃんと聞いてもらえないんじゃないかとかですね、そういう、まあ、実際それを裏付けるような経験がいっぱいしてる方多いんで、あのこの方も最初の病院で薬を強く勧められて、薬を嫌だと言ったら、ですねあのあ治療を拒否するんですねと言われて、あの治療を断られちゃったんですよね。 これはおかしい話で、精神科には精神薬物療法のほかに精神療法というのがちゃんとあるんですけれども、そのドクターはそっちの選択肢は全然示さなかったということですで。それは非常にあの傷つく経験をされたと思うんですけれども、えーまあ、対話を希望してこられたので、対話のみで応じていたということはあるんですが、えーと、あともう一個思うのはです、ねあの、妄想とかです、ね、幻覚のかなりの部分というのは、強い感情が背景にあると、怒りとかですね。 あの恨みとかですねでその感情部分が緩和されるとあの妄想も緩和されるということになるんだなということはまず非常に痛感しました今まで精神学では妄想っていうのはすごくバイオロジカルな脳内物質の異常があってあの起こるんだとかたく信じられてきましたけれども私はこれはっきり違うと今は断言できると思います、えー、それからもう1点はですねそのえっと 妄想っいうですね、すごく今日から信念と思われてますけど、実はそうでもないと、すごく不安定なあの観念で、何、あのー、て言いますかね、こうそれを固く信じようという患者さんの意思がなければ維持できないというぐらい、非常に不安定で脆い観念だということがよく分かった気がします。だから、それを信じなくてもいい状況になってくると、あっさり消えてしまうというためのことなんじゃないかなというふうに今は思えているので。あのー まあだから今までの精神医学の中で常識されてきたことが全部覆る経験をしてますので非常に私は驚いているというところですね。この女性患者のような極端な変化というのはこのケースのほかにもオープンダイアログで見られることはあるのでしょうかえっとですね同時多発的にそういうケースが複数あります。ほぼ同時期に見ていてもっとあのそれこそですね皆さんが聞いたらもうこの人何,何てかさっぱり分かんないと。 えー、全然脈絡ないし、話もぶっ飛んでるし、えー、もう絶対おかしいから、なんとかそれにあの閉じ込めてなんとかそれしかないんじゃないと思うぐらいのレベルの人が通ったんですけど、この方もあの完璧な回復とは言いませんけれども、話の沈みちがしっかり立って、ですね、えー、まともな対応ができ,できるまで回復したという、これ3年かかりましたけれども、そういうケースもあります。えー、それから長期間あの現状に悩んででいた人でも えっとそういう、あのえーまあ、これも長く見てますけれども、この方も長く見てますけれども、えー、その現聴は激減すると、妄想はないんですけどね、現聴という経験は非常にあの治しづらい症状と、薬使ってもなかなか治らないといわれてましたし、実際、この方も10年以上治療を受けて現聴消えてませんでしたけれども、対話によって、えー、非常に減ってきたというケースもありますので、あの複数事例があるということですね。 先生は本書の前半でオープンダイアローグは医師に限らず誰でもでもきる、ぜひ皆ささんやってみててみくださいいと書かれています。しかしオープンダイアローグは精神的に苦しみを抱えている人の葛藤の中に分け入っていく試みですがそのことによって相手の苦しみを自分も過度に背負ってしまったり逆に相手の苦しみに無神経に影響を与えてしまったりといったリスクはありませんか まず治療と考えてる人はそういうリスクを犯してしまうと思います。えー、これはケアなんであの、ケアである以上は、患者さんの安心安全を大事に尊重する。えー、尊厳を100%尊重する、えー。そういうことを、そういう基本姿勢のきにはやるべきではないと。ただ今申し上げたことは別に専門家とは関係なくですね。 あのそういう気持ちがある人は誰でもできることですからまずその患者さん相談者のですねそういう尊厳とかですね安心安全を尊重できるような姿勢がある人だったら私は別に専門家に限定しないでもやれるとは思っていますそれからもう1個ですね安全策として o d n j p が作ったガイドラインの中にですねあのチェックリストが入ってます受けた患者さんがその対話が良かったかどうかを評価するリストがあって、えー、そのェチェックリストを のフィードバックを受けながらですね、やる側を学んでほしいわけですやる側別に専門家じゃないんですから患者さんより偉いわけじゃ全然ないんですから教えてくださいという姿勢で対応すればいいと思いますあの直してやろうという姿勢の人は無理です向かないです <laughs> はい。オープンダイアローグではプランを立ててはいけない予測もしてはいけないと書かれていますよく準備した方が物事は何でもうまくいくと思いがちですか。 なぜプランを立てることがむしろ裏目に出るのでしょうかプランを立てるとですね、まず一番の弊害は精神科治療っていうのはプラン通りには絶対に行かないと言ってもいいくらい、えー、プランからずれていくんです、えー、何しろプランの中にはこちらが予想できる範囲のファクターしか入っていませんけれども治療を促す要因というのは運だったりとか出会いだったりとか予想できないものがいっぱい入ってくるんですよね でだから予想立てようがないんですよ本当は立てようがないけど他の医学と同様にプランを立てられるとみんな思い込みたがってますけれども精神科治療に関しててはは私は無理だと思っていますオープンダイアローグに限った話ではなく精神科のケアや治療においてはみんなプランを立てない方がいいということなんでしょうかあそうですそうですはいあの一般的に無理だと思っていますでですので プランを立てる人っていうのはだんだん悲観論者になってくるんですよ。プラン通りいかないから、大体。で、私はこれ、非常にまずい副作用と思ってます。悲観論的な治療者っていうのはそのその、それだけで有害なんですよあの。私もそういう時期ありましたから思いますけれども、プラン立てずにですね、うまく結果重ねていくと、人は楽観的になるんですよね。で、楽観的な人の治療っていうのは、結構、それ自体が治療効果を持ってますので、と私は思ってますので。 えまずプランを立てないことによって楽観的になれるということがその講義、それからプラン通りまずいかないということがさっき言いましたとおりあります。で、えー、と実際ポラ、あのオープンダウンは大体我々、事前準備なしでやってますし、あの情報共有すらしないでやってますけれども、あのそ,そうすることによって、一から患者は語りを起こす必要があるわけですよね。で、それがも対話の始まりになる,なるわけです。 えー、幸い,1時,間ぐらい1時間ぐらい確保してありますからじっくりしゃべりますしあの情報共有する意味ってあまりないんですよね。えー、なのであのそこで初めて教わるし知らせてもらう、えー、ことを吸収しながら対話していく過程の中に,中に、えーま、ケアのプロセスが入り,入り込んでいるという感じになるでしょうか。でこの過程自体はそらく治療的な影響をもたらすんだろうと思っています。だから我々はいわゆるその医学にも そういうい影響読んでますけれども、いわゆる PDCA サイクル的な発想はあ、有害なものとして一切知り続けるという発想でやっております。評価もしませんし、まあ、フィードバックを受けますよ、さっきのフィチェックリストを使ったようなね。はいはい、でもあれはあのいわゆる PDCA 的な、こちらが評価するんじゃなくて、患者さんがわれわれ評価するわけですから、それを生かして次のもっともっとましな対話、もっといい対話しましょうというふうに考えるわけです。本書の中で先生は、沈黙が大切であると書かれています。 なぜ沈黙が意義深いのか教えてください。沈黙した時はですね、あのみんな自分で内的対話に没頭しているわけです。で、その対話というのはですね、えー、っとポリフォニーが大事と言われてますけれども、そのそうした人にヤワこセいくらによると、その水平方向のポリフォニーこれはあのチーム対チームのポリフォニーですね。えー、みんなが対話しているわけですからポリフォニックですよね。 で垂直方向のポリフォニーがある。垂直方向っていうのは、その人の内的世界のポリフォニーなんですね。その人の内的世界にいろんなペルソナがあって、まあ、私であれば、まああの、医師だったり、教員だったり、父親だったり、息子だったり、夫だったりといろんなペル,ソナペルソナがあってですね、その中でこう対話をするということが起こるわけですけれども、そういう対話を深める意味では沈黙も非常に大事で、えー、ずっとしゃべりっぱなしだとですね、あの水平方向のポリフォニーばっかりが、まあ、 増えていって、垂直効果が深まらないということがありえますので、えー、そういった意味では、まあ、あの垂直を,を深めるためということになりますね、目的は。じゃあ、これは必ずしもオープンダイアログに関係なく、普通の会話でも沈黙っていうのは、なんかこう、ちょっと気まずかったりするんですけど、それはそれで意味あるんだよっていう感じでしょうかええ、そう思いますね。ずっと喋ってなきゃならないっていうのは、ちょっと、共和関連的なものがあると思いますね。 劇作家の平田織田さんの言葉を引用しながら対話と会話の違いについてご説明されていますオープンダイアログは会話になったら意味がなくなると書かれていますが対話と会話の違いについて教えてください一般に会話というのは合意形成という目標があります共感、えー、でもいいですけどあの同じ落とし所にたどり着いたらいい,いい対話というふうに評価されがちな傾向があると思いますけれども えー、オープン電話では合意を目指さないんですね。合意やけ意思決定を目指さないで何をするかというと、私とあなたの違いを受け入れましょうと。うん、何,が何が違うのかということをもっと掘り下げましょうと。で違っていることを無理に釣り合わせしないように気をつけましょうと。まあ、それはそれでや,やっていくわけです、えー。自分と相手の違いをですね深掘りしていくという感じに近いでしょうかね。でこれ言いますすとですね多くの人はあの 不安を感じるらしいんですよねつまり違いを尊重していくと、はい、妄想を持った人と持ってるいい人の違いを掘り下げていくと妄想がどんどん強化されてしまって、はい、あの変な方に言っちゃいないんですかと必ず聞かれるんですけど、はいはい、これはあの経験則です原,原理は分かりません経験則としてはまずそうならないんですよね。はいえー、違いを尊重した対応を継続していくとほとんどの妄想は正常化していくんです。 えー、さっき言ったように妄想自体が不安定な観念というのもあるかもしれませんけど、えー、厳密なところは分かりませんただもう今まで経験の中でそういう経験しかしてこなかったので、えー、そうなんだろうというふうなことしか言えませんけれども、えー、あ,なたのあなたの考えてることは客観的に見て絶対おかしいから、あのー、違うんだよというとかえって妄想は強化されてしまうという経験がいっぱいしています説得はだめなんですよね説得が議論では妄想は変わらないんです むしろ妄想を尊重する。尊重するって言うと別の、あのよくよ出てくる反応として、あその通りですね、みたいな反応がありますけど、これもダメです。これは非常に、ま、間違った対応でありまして、それも妄想を強化します。えー、どうするのがいいかというと、あなたが言ってることは私はよくわからないと、うん経験。経験したことがないからよくわからないと。わ、うん、からないんだけど興味があるんで、えー、どういう状況が起きてるのかもう少し詳しく教え,教えてもらえますかということをどんどん聞いていくわけですよ。 一切否定をしないで興味と関心を持って、まあ、好奇心を持ってですね、うん、であの相手のそういう思いを主観を、うん、掘り下げていくということをやるわけです、うん、ただし今好奇心と言いましたけど好奇心ってどう,どうもあの上から目線になり容者の人が多いんで、うんえー、家族療法でいうところのリスペクトの給陵式ですね敬意ある好奇心ですねあの敬意を込めた好奇心を持って相手の話を聞いていきましょうということを推奨していますあ なるほどえー、やっぱり相当細かくいろいろ気にしなきゃいけないポイント、気をつけなきゃいけないポイントってのはやっぱある、ね。マニュアル的にはそうですけど、でも大事なことは本当に相手の尊厳と安心・うん、安全、えー、自由、えー、そのあたりに対する配慮を常にしていれば、おのずからこういった配慮はできると思いますけれども。オープンダイアローグを受けるかどうかは、患者の重症度によっては変わらないのでしょうか関係ないです。 さっきですね、例に出したケースは、えー、2ケースあったんですけど、どちらも普通の病院に行ったら、もう即入院のレベルです。医療保護入院のレベルです。まあ、自傷互いに幸い至ってなかったんで、でも、あの嫉妬妄想のケースはもう、互いしてましたから、あのこれだって措だ、措置入院だ入院とか、医療保護入院に適用だったと思うんですけど、幸い、そちらに行かずにこちらに来て,来てくれたので、対、え、応、ー、のみで回復できたということはあるだろうと思いますね。 もしオープンダイアログの最中に患者から患者の話している内容に対して先生はどう思いますかと患者の怒りに共鳴を求めるような質問を受けた場合どのように対応するのでしょうかまずあの質問をされる方がいる場合は、はい、え二通りあってですねあの単純に事実確認だったらその場で答えます、はい、でこちらの主観を聞いているんだったらそれについては後のリフレクティングでお答えしますと言っていった保留にするか すぐリフレクティングを始めるか、いずれにしてもストレッチには答えないです。リフレクティングでは、でも、感想をおっしゃる感想を言います。はい。それは否定的にはならないように気をつけていい。えっと、批判になるなように気をつけます。否定、否定といいますか、私は違う考え方をしているということは言うこともあります。ああ<ー>。はい。なるほど。はい。 私だ,私だったらこう考えるというふうに言うことはありますけど、そういう考えはおかしいと思うとか、はい、そこで言いませんあたとえ暴力的な欲求を相手が言う口にしたとしても、やっぱこう、否定はしないようで,、えー、でもあの、暴力に関しては、もうやらないでほしいと、それやっちゃうと対話が終わっちゃうので、<ー>できればやらないでほしいですねみたいなことをお互い言い合ったりすることありますよね。あなるるほど、はい、対話を続けるだけだでいい 変えようとしないからこそ、変化が起こると記されています。これは本書の一つの中核をなすテーマのように思えます。人は外から変化を求める力が加わらない方が変わるのでしょうか？あの心理的心理的リアクタンスという言葉がありますけれども、えっ、ー、と何て言いますかね？正論でああしなさい。ここじゃないと言われると、たとえ正しくても人は抵抗感を感じるという心理的反応がありますよね。 そういうことを今、勉強しなさいって言われると、今やろうと思っていたのにと言ってや,やりたくならなくなっ,ってしまうということが起こるわけですよね。はい、そういう,こう反応を呼び覚ましますので、だから説得と、えー、議論とアドバイスはタブーなわけです。それをやってしまうと抵抗が強化されてしまうと。うん、で、えーっと、むしろですね、あの対応という枠の中に参加してもらって、その中でですね、あのお互いの主観を交換し合っている方が、 えー、自然な形で自発的な変化主体的な変化が起こりやすいということがこのオープンダイヤの非常に大きな発見だったわけですよねつまりいろんな意見があっていいというポリフォニックな空間を作ってそこに余白が生まれるわけですいろんな余白が生まれてくるあのよく言いますけどポリフォニーは対義語はハーモニーなんですよねハーモニーはシンフォニーなんです調和は危険なんですよ調和っていうのは余白がないんです、えー あのその場の調和に来たって気持ちよかったという人もいるでしょうけど何か自分にそれ乗れなかったとかですねあのみんなが一斉に同じ方向いたのにつらかったという人も必ず出てくるわけでハーモニーはそういった意味では損害的に働くこととががああるという懸念がありますそういう意味では我々はハーモニーよりもポリフォニーは大事とでポリフォニーの空間に生まれてくる余白の中でその人の主体性が育まれるという発想があります。 でその主体性を自分で掴んで、自分でそれでその方向に行こうという気持ちを、我々は非常に尊重するというふうにしてますし、その方向性って大体ですね、あの悪い方に行かないんですよ。これ、経験則です、これはなぜかは分かりません、経験則でしかないんですけど、あの患者さんが本真の意味で主体性を発揮しようとすると、大体うまくいくという経験則がありますので、我々はそこを信頼して、対応望んでるということになりますね。 世の中には人からこうしろとか、こうするなとか。指示されたり、説得されたりすることが我慢ならない人と。逆に人からこうしろと言ってもらわないと、自分でものが決められない人がいるように思います。こういった性格的な違いのようなものは、オープンダイアローグでは一切考慮する必要はないのでしょうか。あの、確かにですね、あの。医者、せっかく一緒に見てもらってるんだから、医者から診断を決めてもらって。 はい、治療方針をバッと言っってもらった方がいいんだという人も一部存在します<ー>、えー、ただそれはですね従来の、まあ、ヒアリティーですか医者が偉くて患者が偉くないっていう価値観に馴染みすぎちゃってしまっているので、えー、そういう方針でやりたい人はどうぞ行きた時の従来のオーソドックスな方法でやってくださいという風になりますよね。うんうん、対話でやり,や,りやりたいっていう人は大体あの判断を押し付けられたくないっていう人ですから。 あそういう人に対してやってるとだから万能ではもちろんないので、うん、あのそういうパターンリズム的な方法でぜひやってもらいたいという人はダイアログが向かないかもしれませんオープンダイアローグでは説得・議論・説明・尋問・アドバイスを避ける必要があるなぜならそれは結論ありきの押し付けになりやすく双方向性が失われているからと書かれています これを読んで少なからず、日常の自分の話し方に反省の念を覚える人も少なくないと思いますが、こういった押し付け的な姿勢のコミュニケーションは日常でも避けた方がいいとお考えですか？それともこれはあくまでオープンダイアローグの話で、日常会話ではそのような努力は必要ありませんか？いや、あのこの会話、これに関しては私は普遍的だと思います。どんな場面でも学校でも家庭でもあの政党議論は不毛だと思ってます。 つまり説得議論は、この場は説得や議論で決めなきゃいけない場所ですよっていうゲームだったらやってもいいですけど、日常でやるのは私は大げさに言えば暴力だと思ってます本書の中で、オープンダイアローグはまだまだ十分に国内で広がっておらず、その理由の一つは、医学界が薬物治療主義であるからと書かれています。 この辺は素人には分からずまたどことなく恐怖を覚えるところでもあるのですが精神科は薬物を多用しすぎだとお考えになりますか先ほどの例でお示ししましたように薬飲みたくありませんって言ったら途端にあなたは治療を拒否するんですねと言われちゃうような状況が一般的なんですよつまり薬飲まないんだったら治療じゃないですねって思っている人は何割だろう78割もっと多いかもしれません、えー、精神科医のののそのぐらいの割合で、 そういうふういいいふに思い込んでいる人が多いともちろん心ある精神科医で、まあ、そういう精神治療カウンセリング的な方法でやりたいという人もいますからあの決して全てではありませんけれども、えー、そういう薬物中心主義の方が量としては圧倒的に多いということは事実でありましてこれは、まあ教育が育ってますからね今の医学教育というのはあの精神疾患というのは脳で、えー、起こると。ですから のに効く薬物じゃないと治らないという発想に、うん、まあやや凝り固まってる期待があってですね、うんえー、そうじゃない可能性に関しては全く考慮しないという状況になっていると思います。ええ、なので、あのこのバイオロジー主義になったいうのはもうずっと最近の二三十年の傾向ですから、多分総括な視野目は変わらないだろうと私は思ってますし、実際あのフィンランドでもそうなんですよね。あの、ええ、オプナの発祥の地であるフィンランドでも。 オープンダイアログはこのトロニョっていう小さい町でしかなされていなくてヘルシンキとかでは全然普及していないという状況があります。うん、それを考えると、まあ、非常にあの、えー、全世界的な風潮として、うんまあ、精神疾患は薬でという風潮は否めないなということはありますよね。ただまあ日本では例外的に多分世界で最もですね今オープンダイアログに対する関心が高まっている国ですから、うんえー、その国においては若干それに共鳴する 若者ドクターもこれから増えてくるる可能性があると思いますやっぱりみんなまっとうなことをしてるわけですよ。まっとうにやりたいと思うんだったら、無理に薬を飲ませるよりは、まあ、対応によって、えー、いい方向に向かれたら、そっちをやりたいという気持ちが強いのは当然ですから、あのー、日本に関しては、他の国よりは希望を持てるというふうに考えてますね。あの先ほど、最初にオーカルダイオローグは、あのケアであって治療じゃないですよっていうお話がありましたが、はい ね、あ治療、患うの治療治療ですねあの。脳内物質が過剰に出ていて、そのせいで病気になっているんだから、その物質を減らす薬を飲ませれば治るはずだというのは治療ですよね、これは。そうすると、例えばうつ病の方がいたら、うつ病の治療を受けながら、別個にオープンダイアログも独自でやるということも可能なんですかえっと今はそうせざるを得ない状況です。あ,<ー>あんまりそうしたくはないんですけど、まあ、保険かける意味と、それからあの患者さんも不安ですから。 はいえー、薬をやめたら再発するんじゃないかっていう不安が強いですから。まあ、並行してやりながら、改善してきたら、だんだん減らしていくと、薬を減らしていくと。いうふうに考えますね。うん、じゃあ、オープンダイアローグの中で、もうちょっとこの薬を増やした方がいいんじゃないかなという議論は絶対にありえない。絶対ではないです。あの、つまり、患者さんの中から、そういう、おも、出ることがあるんですよ。はあ、眠れないから、薬くださいとかですね。はい,はい。はい。はい。先生は、オープンダイアローグに関心を持ち始めた時期に。 発祥の地であるフィンランドを訪れて、実践の場面に立ち会い学ばれています。精神科の分野では、医師たちは世界中でこのように新しい治療やケアの方法を頻繁に開発しているものなのでしょうか。このような新しくてまだあまり認知されていないケアや療法はたくさんあるのでしょうか。普及してないけど有望そうな薬を使わないケアの手法っていうのは複数あると言っていいと思いますけれども、たくさんはないと思います。 えー、で私はまあこのオープンダイルの発見はベテルの家の実践に,つぐそ,れにそれに匹敵するぐらいのイノベーションと思ってますしベテルの家っていうのはあの北海道のあそこでしか実践ができないという恨みがありますけれどもオープンダイヤルは日本中でできるという可能性があると思いますからそういった意味では非常に大きな発見と言っていいと思いますし、まあ、むしろ一種の革命的なものと私は考えてますけれどもね。 ある精神科医は、このオープンデーマと黒,黒船と言ってくれましたからね、日本の遅れた精神医療業界に勝つを入れるような黒船すべき存在であるということを、あのその精神科医に言ってくれましたので、まあえー、なるほどと思いましたけれどもね。普及っていう意味では、まだ相当小さいというイメージですかそれはもう全然小さいです。ただあの、予想を超えた勢いで広がっているのは事実です。 これ例えば先生のところにオープンダイアログやってくださいっていくときっていうのは、治療としてではないってなると、どういうふうに治療ではないっていうのは、オープンダイアログ本質に関する言葉であって、はい、あの外形的にはこれは治療ですよ、もちろん。だから別に治療とおっしゃっていただいてもいいんですけど、紹介するときには治療ではなくてケアの手法でもあり、システム,、うん、ステムでもあり、思想でもあるというふうな、多義的な言葉だということは、ぜひ。 あの紹介していただきたいんですけれども、うんえー、やるときはもう治療としてやってくるというか、我々のところでもですから希望者が多いので、あの本来のやり方ではない方法で多少モディファイしてやらざれないという状況ありますけれども、例えばその、はい、ワンクール10回にするとかですね、はいえー、それからあの予約制で順番待ちしていただくとかですね、どちらもこれは大老のルールに反してるんですけど、はい、あのそうしないと。 この殺到する要請に答えられませんので、えーまあ、今、やむを得ずそうしているという状況があります。やっぱりこの本出され、まあ先生、この本の前にもオープンダイアログの本を出されて、相当さあのご依頼殺到されて増えてる。殺到げさかもしれませんけども、結構多いですね。はい、日本で先生のほかにオープンダイアログをできますよという方って結構いらっしゃる。簡単に見つかるんですかああもちろんあの、えー、東京だったら森川水明さんとかですね、最近本出しましたけれども、その方とか。はい <laughs> えー、あるいは滋賀の琵琶湖病院というところの院長も、えー、病院ぐるみでオープンでの実践に取り組んでますね先ほどの治療とかケアでは計画を立てちゃいけないプランを立てちゃいけないいつ治るとか決めちゃいけないっていうお話があっておきながらこういうことを聞くのはちょっと恐縮なんですけどもやっぱり効率性を考えたときにお医者さんはどっちが早く治るかとかどっちが手間がかからないかってことを考えると思うんですけどその なんでよくなるまでのスピード感とか手間っていう意味で言うと、いかがですか、実感スピード感は圧倒的に対話ですね。薬、えー、よりもはるかに早く改善します。早いんです、はい早いです。早さがポイントですよ。えー、対話は時間がかかるんだったら、私はこんなにあの熱中しないです。対話の方が早いからこそ素晴らしいと言ってるわけです。<ー> ただまあ複数名ああやって用意するとなると、ちょっとセッティング大変では。それは大変です。で手間がかかります。時間もかかります。ただあの。例えば統合失調症状の患者さんだったらですね。えっ、ー、と。多くの患者さんは、薬を飲みながら入院治療を受けて。で外来通って、その何十年間も、えー。通院しなきゃならないと。いう状況があって。僧侶で考えたらですね。まあ O. D. でサクッと回復してもらった方が。 まあその人の人生の無駄になる量は減ると思いますね先生は本書の後半で子供の頃からの自分の人生や医師になってからの葛藤について水谷さんの漫画を通して説明されていますなぜご自分についてもここまで公開されたのでしょうかまた本書の前半では自分自身を知らずしていい対話はできないと書かれていますこれはどういうことでしょうか 私が、えー、素晴らしいと思う、あのー、精神科医の書物は大体そうですけど、はい、必ず自己開示が入っているんですよね、えーえー、でたまたまですけど今回同時多発に出た森川水明さんの本も、えー、100%自己開示ですしそれから依存症専門の松本俊彦さんの本も非常にあの自己開示してる本だったんですけれどもみんな素晴らしいという状況があって。 えー、やっぱり自分のことを、まあ、ある種事例として提出しないとその方法論が説得力を持たないんじゃないかということを一番に感じたことがあります。二2番目にはやっぱりそのこの本に出すことを認めてくれた患者さんに対するまあ敬意というかフェアな感じですよね。これ私も出さなきゃあのフェアじゃないよねって意味で出しました。はい、あの最後に編集の白石さんが書いてますけどあの精神科医に一番効くと。 半分アイロニカルなことが書かれてますけれども、うんえー、これはまさに事実なんで私の周辺でもオープンで出会いと人生変わった精神科医は10人ぐらいいますんで、うんあのー、まず日本においては精神科医に一番直行を示したと言っていいと思いますし、うんえー、その事例を出さずして私がこんなたくさん治してきましたみたいなことを言ってもほとんどそれは意味がないなと思ったわけですね。うんえー 自分自身の,、まあ、あの知る意味っていうのは今は自分がこの対話してる空間にいる意味っていいますかですねそ,の、うん、そこに至る歴史的な経緯であるとかあ自分の,その社会的な知識であるとかそういうとこに対する配慮をなくして良い対話はできないというルールが大いにはあるんですよなのであのそういったレベルでの自分を知るということも大事かなというふうなそういう意味でもありますね オープンダイアローグとはひたすら相手の話を真剣に聞いていく行為であると書かれていますがこれはつまり人間というものは自分の話を真剣に聞いてほしくて話を聞いてもらうことで自分の威厳を回復していき回復が進むと真っ当な判断力を取り戻していくだから十分に回復するまではどんなむちゃくちゃな言い分でも否定しないで真剣に聞くことが必要であるということでしょうか。 あの,その通りでいいいと思いますで否定しないで聞く以上にさらにこう深く掘り下げていくということをですね大事にしていただきたいと。よくあの相手の肯定っていうことをみんな推奨しますけれどもその存在の肯定ってことをですねまあよく言われるようにそのあなたはそのままでいいよみたいな表現がありますけれども私は昔からこの言葉は嫌いでそのこう上から目線な感じがあってですね なんでお前に肯定される必要があるのみたいな感じがあるわけですよね。<laughs> ええ、で、あの、そうじゃなくて、あの、自分に興味を持ってもらうから最大の肯定なんですよ、これは。あ、あなたの考えが面白いから、もっと聞かせて、聞かせと言われるのが一番、一番の肯定だと思います。だから、そういう、そういう肯定されたことがない人は、そういう、そういうレベルのこう、深い肯定を受ければ、それは回復が起こるだろうなという気がしますね。